おや、おやおや。そこにいるのはもしかして、明治館の隊長さんで？わざわざお出迎えなんて真面目ですね。秋の国佐伯賞、藤原の貞康。あんまり長いんで、本部では藤原の貞康で通ってます。あんたさんも好きなように呼んでください。はいはい、ほどほどに頑張りますよ。どうかしました？あー、それむっちゃんあたりに聞きました。むつの神義行、うちの友人なんですけど、勇猛だの苛烈だの、そういう剣のんな話でしょ。そりゃあ昔はやんちゃしましたけどね。え、人も御剣も時が経てば変わるもんです。お姉さんもう若くないからな。あ、でもお勤めはちゃんと果たしますからね。そこらへんはご安心は。あれ、なんでちょっと残念そうなんです？本当に真面目ですね。でも肩肘張った付き合いなんて疲れますよ。もっと気楽に行きましょう。あー、ちょっと長旅で疲れちゃったな。うちの部屋どのあたりです？あ、内装も洋風なんですね。おほう、この寝床はベッドってやつですか。ずいぶんふかふかで。逆に寝づらくありませんか、これ。あ、好みと言いますか、慣れてると言いますか。まあ荷物ももう運んじゃいましたしね。しばらく暮らせば慣れると思います。野宿よりは断然快適ですしね。あら、聞いてませんでした？うちお花見衆に入ったのは最近で、それまでしばらくこの明治の世を旅して回ってたんですよ。いろいろ見て回りましたよ。南は長州から北は弘前まで、どこもそれぞれに新しい時代が始まっていて、なかなか面白いところばかりでした。まあどこに行っても間がつきはついて回りましたけどね。ええ、ええ、そうしてください。旅はいいですよ、若いうちは特に。いろいろ見識も広がりますし。さてっと、そろそろ本格的にここに住み着く準備を始めますか。あ、いえいえ、主の手を煩わせることじゃないですよ。幽谷には動けるようにしておきますんで、何かあったら気軽に呼びつけてください。はいはーい。ベン、ベンタ。おった、お耳汚し失礼しますよ。いや、部屋で三味線弾いてたら、隣の部屋の子に怒られちゃいまして。
練習中なんだから下手なのは勘弁って話ですよ。ええ、いい天気なのに人気がなくて、こりゃちょうどいいと思いましてね。あいにく触りたてなんでろくなもんじゃありませんが、まあ旅先でこいつを見た時にふと郷愁みたいなもんに駆られましてね。あの頃は聞くだけでしたが、もう弾いてくれる人もいませんので、だったら自分でと思い立った次第ですよ。ちょっとそんなにしんみりされたら困ります。こんなのただの手慰みなんですから。おや、その言い様だと。あんたが御剣使いになったのはその思い出ってやつのせいなんですか？守る？何をです？すべて。一人でですか？今も貸してるじゃないですか。買いかぶりですよ。血では何とでも言えるもんですけどね、戦場ってのはそんなにお綺麗なもんじゃない。何もかも助けたいとあがいてもどうしても片方しか救えない時もある。もしそうなった時、あんたは一体どうするおつもりなんです？失礼いたします。隊長殿、隊長殿はおられますか？ここにおられましたか。実は郊外の山野に魔が付きの大軍ですか。それで明治館にお蜂が回ってきたわけですか。他の支部にも御剣使いはいるでしょうが、ここほどの規模で運用できるわけじゃないでしょうしね。報告の通りの進路で動くとなると、地図のこの辺りで平野に出ますね。だとすれば急がなくてはいけませんね。ここから村までは御剣の足でも一刻はかかります。あんたに足並みを揃えてたら村に肉薄されますよ。足止めですね。じゃあ足の速い子を何人か連れてきます。けど御剣使いなしじゃそう長く持ちませんから、あんまりのんびりせんでくださいよ。いやはや、なんとか村が襲われる前に接敵できましたけど、数が多い。向こうの山裾から次々湧いて出て、まあ足止めくらいなら余裕ですけどね。
おや、お早いお月ですね。足止めは成功です。山から降りてきた魔が月はこの平野で立ち往生ですよ。まったく人使いが荒いですね。ええ、これなら通常の魔が月の群れの規模です。三三五五で追撃に時間はかかりますが、もううち一人でもどうにかなりそうな数ですね。複数の御剣を従える御剣使いですか。この実力者である御剣を意思統一された部隊として運用する。それだけでこれほどの戦果ですよ。あー、うちも作りたかったな、こういうの。そうすれば下関とかもっとこう。あ、いえ、ちょっと昔を懐かしんでただけですよ。まあ何にしろうちの仕事がなさそうでよかったですよ。こっちの話です。さてさて、それじゃあ残党を片付けて明治館に帰るとしますか。うちの三味線ちょっとは上達したんで、あんたにも聞かせて差し上げますよ。失礼します。おや、お花見衆の伝令さん。それがあの山を挟んだ向こう側の裾野でさらなる魔が月の大軍を捕捉。このままでは夜半には付近の村に到達するとのことです。間に合いませんね、これは。さっきまで相手していたのと同じ規模の群れが相手となると、やはり御剣使いがいないと話になりません。その先陣が間に合わないんですよ。そもそもこの地図を見てください。魔が月たちが這い出てきたお山はまだ未開で、道が通っていないんです。なので向こうの村に行くにはこう長い山裾を迂回して川を渡らなくちゃなりません。着く頃には三国は立っているでしょう。もう日は沈み始めています。とてもじゃないが間に合いませんよ。村はもう救えない、そういう前提で作戦を立てます。怒らないでくださいよ。だって仕方がないでしょ。村を守るために身内に被害を出すか、身内の被害を避けて村を見捨てるか、これは結局そういう話なんです。全てなんて救えないんですよ。さあどうします。悩んでる時間はありませんよ。はい、山を越えるつもりですか。自分が何を言ってるか分かってるんですか。道一つない山を闇夜の中で越える。うちらは山越えの準備なんて何もありません。登りは頂上を目指せばいいでしょう。けど下りで迷えば最悪遭難ですよ。無茶苦茶です。仮に村にたどり着けても、そこは魔が月の群れのど真ん中ですよ。命ちょっと軽すぎやしません。そっかそっか、あんたも
こっち側の人なんですね。ならそこにさらに無茶を上乗せしましょうか。命を捨てる覚悟があるなら、一つもっと早い方法がありますよ。ええ、その代わり振り落とされんよう注意してくださいね。間に合いました。さてさて、それで何か思いつきましたか？あんなもん、柵でも何でもありません。ただ川に丸太浮かべて下ってきただけですから。いやー、うちも闇夜の中で川を渡って敵陣の背後をつくとか昔はよくやりましたけどね。丸太で川下りっていうのは新鮮でしたね。何せ明かり一つない急流です。途中で落ちてたらまず海まで流れて土左衛門でしたよ。本当にうちが行ったままやるなんて、あんた本当の大バカ者ですよ。信じられない。無茶とはすなわち正気でない。道理を踏み越えて笑うくらいでないと、それこそ命を取りこぼしますよ。心外ですね。無茶に付き合っているのはうちの方なのに、まるでうちがおかしいみたいに。秋でいいですよ。長ったるくて呼びづらいでしょ。ありませんね。こう囲まれちょっては、あとはもう刀を振り続けるしか道はないんやない。ここに来るまでうちらが使った時間は一刻と半時。ゴズメはようやっと山裾を回ったあたりでしょうかね。死ぬるまで刀を振り続けて、ゴズメが間に合えばめっけもんです。何を言ってるんですか。あんたはうちの主です。それをなくすのはうちもう十分。あんた、うちより先に死ぬることは許しません。すべて救うてくれるんでしょ。だったらあんたは自分だって救わんといけません。なんでこういう時に答えを濁すんですか。もうだったらもううちが守るしかありません。これより長州人の肝っ玉をお目にかけます。弾けませんね。おや、あんたもう起きてきていいんですか。全治2ヶ月の重傷とかなんとか言ってませんでした。それでこっそり抜け出してきたんで。本当に、こんな無茶したのいつぶりですかね。あんた、うちの話をちょっと聞いてくれます。うちはね、前の主の手を離れてから
しばらくずっと旅していたんです。北から南、西から東。何かうちの心を熱くするような打ち込めるもんを探して、けどやっぱり見つからなかった。その前の主は本当にね、無茶な人でね、それに付き合うのがうち楽しくて楽しくて、だからもううちの生涯の一番はそこで終わってて、あとは余生だけが残ってるもんだと、そう思ったんです。そのうちお花見衆の副司令に捕まってここに配属され、さてどうしたものかと思っていたんですけど、ここまでうちに無茶言うて、その上うちの無茶に付き合ってくれる主は本当に久しぶりです。無茶も無茶、まあ器が大きいのは分かりますけどね、乗せる目的がさらに大きいもんだから、そらやることなすこと無茶にしかなりませんわ。あんたは目的が大きすぎてめちゃくちゃにならざるを得ないお人です。でもだからこそ、そんなお人についていくのが面白い。そうです、面白き、こともなきよう面白く。この世の中はきっとそこまでしでかしてしまうからこそ面白くなるのと違います。だからね、あんたがその筋を曲げない限り、うちがあんたを支えてあげます。三千世界のカラスを殺し、主と朝寝がしてみたい。やっぱりうまく弾けん。